さあこれから戦艦機のアジア諸地域を一緒に勉強していくことになります皆さん思い出してみてください時代は第一次世界大戦後ですこの1個前の章では第一次世界大戦後のアメリカやヨーロッパといった欧米諸国の各国の動きを見ていきました今回はスポットライトをアジア全体に当てます アジア全体では一体どういう動きがなされていくのか今から一緒に勉強していきましょうさあ皆さんまず悲しいお知らせをいたします当時のアジアの国々ははっきり言って弱かったんですアメリカやヨーロッパに立ち打ちできるような国はほとんどなかった事実アジアで当時 植民地化されていない地域というのは日本やタイこれぐらいなんですそれ以外の地域は必ずどこかの国に支配をされてましたそのためアジアの地域では第一次世界大戦後やったヨーロッパの国々が今弱ってるじゃんチャンスじゃねえか独立するなら今チャンスじゃねえか 独立運動民族運動というのが起きますそれは全体共通のお話しかしその独立を求める動き民族運動は国によって大きな特徴があるんですそのためその国の特徴は一体何なのか今回はその大きなお話をしていきたいと思いますまず一番注目してほしいのは 第一回目と二回目で扱う中国なんです中国はなんと言っても人口がたくさんいます人が多くいますそのため中国の民族運動というのはその人口たくさんの人たちを使ってみんなで外国出ていけ外国出ていけとそういうプラカードを掲げて民族運動をしようと考えたんです そのためには中国民衆一人一人の意識を変えていかなければならない知識人が一人で焦っても意味がない何億といった人で今の中国は植民地化されていておかしいと思わなければならないそこで出版物本とかを通して人々の意識を変えていく新文化運動というのが始まります。そして 人々の意識を根底から変えていくなんで今の中国は植民地化されてるんだおかしいぞそこから国民を巻き込む大規模な民衆運動にしていこうこれがまず第一回目の中国のお話なんですそして第二回目人々は気づきました外国を追い出す前にもっと直さなきゃいけないものがある それが当時の中国のの政治です当時の中国は中華民国と呼ばれてますが全然民のための国ではありません。軍閥という一部の軍部が権力を握ってヨーロッパや日本とくっついて賄賂を受け取ったりして自分の政権維持に努めているちょっと待てよ。 そいいつらがいる限り外国を追い出すことははでききいんじゃないか中国国の民衆は気づきますす外国を追い出す前にまずは国内を立て直さなければならない。そこで北伐といって北京の軍閥政権を潰しに行こうそして民衆のための国づくりをしようそうすることによって外国を追い出そう。 こういうプロセスに至りますただその時に将来中国をどういう国にしていくかをめぐって喧嘩して切り離された中国共産党という連中もいるんだこいつらが一体どういう動きを中国で取るのか注目していただきたいと思いますそのため一回二回はまず中国のお話ですそして第三回目になると 朝鮮と東南アジアなんだがこの2つの地域は中国のようにうにままくはいきません独立したいダメ独立したいダメ独立したいダメというまさにもぐらたたき状態中国のようにヨーロッパ諸国を苦しめるような大規模な運動にはならなかったんです。そのたため朝鮮では何が起きた 東南アジアでは何が起きたというのを単発で覚えていただく形になりますそしてインドですインドの民族運動は非常に面白いんですガンディという人物が出てきますこのガンディがヒンドゥー教徒とイスラム教徒全員インド人みんなで協力してみんなでイギリスを倒そうそのために みんなが参加しやすすいい運動にガンディは変えていきます暴力は絶対に振るわないでも不服従イギリスに対して抗議の声は絶対に出していく暴力を使わないからイギリス政府に力で潰されることはないし人々から嫌気をさされることもないそうインドの民衆を巻き込んでイギリスに抵抗しようまさに 中国の新文化運動と似たような歩みを取るんですこのガンディという人物がインドの民族運動を全インド人レベルを巻き込むものにしてしまったのでイギリス政府は相当対応迫られますなんでインドはこれで満足してくれないんだそのインドの運動とイギリス政府の苦悩を見ていく形になります。そして第5回目では 第一次世界大戦に敗れたオスマン帝国のお話連合国に対して不平等な講和条約を突きつけられ何も文句が言えなかったオスマン帝国こんな国がある限り俺たちトルコ国民は幸せになれないまるで中国の北伐の時と同じような動き弱腰な政府を倒し民衆のための 新ししい国づくりをしていこう。そして最後第6回目の授業ではトルコ以外のイスラーム諸国の動向イランや中東例えば現在のシリアイラクあとはエジプトとかアフガニスタンとかそれらのイスラーム諸国の動きを見ていきます。 その際にぜひ皆さんに意識をしていただきたいところはイギリスの植民地支配を受けていた国はすんなり独立を許されるんですイギリスさん独立したいですうんいいよあ早いってイギリスはこの地域に関しては早い段階で独立を許しますそれもそのはずなんですイギリスにとって一番大事な植民地はここじゃなくてここなんです そして今インドではガンディが率いる大規模な民族運動が起きているここに力を使いたいんですイギリスはここも正直どうでもいいんですそのためイギリス支配下の地域から第一次世界大戦後ポコポコ独立国が登場しますその様子を見ていいくととうことそして最後に忘れてほしくないのはかつてのオスマン帝国領土であった西アジアはイギリスとフランスによって 分割統治されていきますその際民族や宗派関係なく勝手に国境線を引いてその国境線が今現在の国境になってます中東の情勢が不安定な要素はここにあるんです21世紀までつながる問題はここに隠れてますのでぜひともそこにも注目していただければと思いますこのように アジア共通の話として民族運動独立運動が展開されるでも国によってその動きが全く異なってくるだからその国でどういう運動が起きたのか特徴をしっかりと押さえていきましょう今回はこの合計6つの授業の中で戦艦機のアジア諸地域の動きを一緒に勉強していきましょう